とにかくよく飛ぶ紙飛行機。まずはいつもの手順です。この紙飛行機は屋外向きです。とにかくよく飛びます。滞空時間世界記録の折り方を自分なりにアレンジしてみました。折り方を簡単にするアレンジをしています。まあこの辺まではよくある折り方です。ここをこのくらいに。紙はいつものように A4 を使っています。折り目をしっかりとつけてください。あとこの紙飛行機はセロテープを使いますので、そろそろ用意しておいてください。さて、ここからがポイントです。折り目をしっかりとつけておくのがポイントです。こんな具合に折ってください。さて、そうなってきますと先の部分が開いてしまいますね。翼を折っているところです。この開いた先の部分は半テープで止めてください。こんな感じです。胴体の太さはもう少し太めでもいいかもしれません。翼の左右はいつものように折り曲げてください。そして翼の後ろの部分をこのように少し上向きに折り曲げてください。形を整えて完成です。最後に折り曲げた翼の後ろの折り目で飛び方も調整できます。